で、ここでちょっとこのこういうニュートンの力学を物理学者以外の方がどういうふうに、考えていたかと、リンゴが落ちるのはに月はなぜ落ちてこないかと、こういうことに関して非常に面白い文献がありますのでご紹介いたしますが、その文献は実は週刊誌なんです。週刊朝日。ただこれちょっと古いんで、だいぶ古いんです。ちょっとじゃない。1969年の5月23日号。ここでですね、ある作家です。ですからもちろん科学者じゃない。があるこの作家兼科学者、つまり科学者の出て作家になった人、その人がこう対談をしてる。でこれ名前を言うとちょっと失礼なんかもしれないんですけども、これすでにこの市販された週刊誌ですから、これ隠しとく必要ないと思います。その作家というのはですね、遠藤周作先生です。それがその科学者であって作家になったというのが北森雄さんで、普通はですね、これ遠藤さんがいろんな人と会って対談をしている連載ものなんですけども、北さんがですね、つまり遠藤さんが北さんにいろいろこの、質問したりいろんなこと話しかけるわけですね。いつもそれじゃつまんないし、今日は一つ逆をやってみたいと言うんです。で、逆、つまり北さんの方が遠藤さんにいろいろ質問を出して答えさせるっていう、そういうのをおしまいにちょっとやってる。でその時に北さんがですね、今現在は科学の時代だと、ところが科学っていうものをその文学者はバカにするでしょうというんですね。で科学音痴が多いでしょうというんです。それで北さんがまず質問するのに、地球が丸いという説があるけれども、遠藤さんの知識によると地球は丸いかどうかと。そしたら遠藤さんが、僕もそのくらいは知っていますと言うんです。でもう少し、実は地球は本当の球じゃなくて少し平べったいんだなんてことを遠藤さん知っとられまして、少しこう扁平なんだ。そうすると北さんがね、これは素晴らしいご知識だと。そうすると遠藤さんが、あんまりバカにせんでくれと。そうすると今度北さんがですね、丸いとするとね、その裏側にある人間は落っこちないのはどういうわけだ。さっきちょっと私話しましたけど、これはまあその地球が丸いって話を聞いたその日本人はおそらく初めはみんなこういうこと考える。落っこちないのはどういうわけですかと。そういった言いましたら、遠藤さんが、それは引力のせいだ。そこで北さんはですね、よろしいと。それじゃあ引力とは何ですかという質問をされますとですね、遠藤先生が、引力とは地球の真ん中にある力で、ですと、真ん中から引っ張る力です。そうすると北さんが、ご立派ですと。それじゃあニュートンが発見したようにリンゴを落とせば下に落ちます、でも月は落っこちない、それはなぜですと。そういう質問をしましたら遠藤さんがですね、それは磁石の原理と同じで、月の引力が地球の引力より大きいからとか、なんとかこうそこで北さんがいろいろこの意地悪を言うんですね。そうすると遠藤さんが、あ、そうだ、太陽の引力に月が引っ張られる。そしたら北さんが、これは一言一句
よく書いておいてもらいたい、これは大変な説ですという、まあそういう話があるんです。それで今度は北さんがね、地球は丸いとして、で地球はぐるぐる回ってるだろうって、中学さんが確かに回ってると。それじゃあこう地球のあるところからこう落とすとですね、その間に地球はこう回ってるから、真下に落ちないで少し横に落ちるでしょうって言うんです。そうすると他のとこ落ちてくるはずじゃないですかって言うと、だってリンゴも地球の速度と同じように回ってるからやっぱり真下へ落ちると。でこのお答えはなかなかいいお答えなんですが、それじゃあどうして地球と同じようにリンゴが回ってるのかという質問が出ますと、それは引力のせいだと。でおそらく皆さんもそう思っておられる方がおられると思うんですが、これは引力じゃなくて慣性の法則なんですね。つまり地球が回っていると、この僕が持ってる間、私の体一緒にこう動いてるわけですから、これがこっち動いて、リンゴもこっち動いて、でそれに力が働かなければ手離してもこっち動いて、でそれに力が働くからこういうふうに、こういう放物線でやつ、その間に地球がこう動いてるから、地球がこう動くと同じようにこうなるからこう、だこれは慣性の法則なんで引力とは関係ない。ちょっと時間が短くなってきましたんで、少し始まりますが、じゃあなぜこうリンゴが落ちるのに月は落ちてこないかというのをですね、説明しないと具合あるんですが、これはこういうふうに考えればいい。これを手離し落ちますね。だけど投げればこういうふうに向こうまで行きますね。ところが地球は丸いからですね、これが慣性の時、地球と一緒に動いてますから、こうここで落ちるわけです。ところがこれをうんと速くしてやりますとですね、こういうふうに行って、ここで地面につくはずのところが、地球が丸くなってから地面がこうなっちゃう。だからこれ地面に来たと思ったら地面がこうなっちゃって下に行ってるから落っこちない、落っこちてるけれども地面に届かないという、それがこの月あるいは人工衛星。そういうわけでこの、非常にものすごい力でこう投げてやれば、このコップといえども落ちないでぐるぐる回る。これが人工衛星の原理。それで、もう少し飛ばさないと時間が来ますが、せっかくメモを書きましたけども途中抜かしまして、ところがこの今のこのガリレイがやったようなピサから落とす、あるいは振り子を振らせると、でそういうふうにしてこのそれを非常に重いものにすれば、握り的な釘の抵抗とか摩擦とかいうものよりも重力の方が大きくなりますから、そういう握り的な強雑物を取り去った時にどういう現象が起こるかという、そういうことを調べることができるわけです。現在ではですね、この真空を作ることができます。で強雑物をそのガリレーのようなやり方でやらずに実際取ってしまう、そういう実験が可能。そういうわけでこの物理学っていうのはですね、真空を作る技術が進めばますますこの進んでいく、つまり真空を作ることによってですね、まあ、先ほど言いましたように実際には非常に複雑な強雑物があるんですが、それを覗く、実際覗いちゃうわけですね。でそういうわけでこの物理学が普遍的な法則を見つけようという場合にはですね、その強雑物を全部除くという非常にこの場合によっては手荒いやり方を しているわけですね。でこのノーベル賞の物理学賞のメダル
の模様はどんなのがあるかといいますと、このベールをかぶった、まあ、女神ですね、まあ、女の人が、その横にこのそのベールをこうめくり上げてなこう覗いてる、これは男性じゃないんです、女性ですよ、やっぱり。それでそのベールをかぶった女神の方はナトゥラとか、あのネイチャーですね。それからこのベールをまくり上げてこう覗いてるこの女の人はシエンチアとか、つまりサイエンスです。で、科学っていうものはその普遍的な宇宙法則を見つけるために、自然がこうかぶってる空気の抵抗とかなんとか、そういうベールをこうまくり上げて中を覗いてるという大変失礼なことをやって、で、あのディスカバリー、あの英語で発見のことをディスカバリーって言うんですが、ディスカバーっていうのはディスっていうのはあの反対ですね、あの好きだっていうのをライクって言って、嫌いなのをディスライクっていう、ご承知でしょうけど、でカバーっていうのは覆うってことですね。ディスカバーっていうのは覆いを剥がすってことですから、その、物理学ではですね、そういうこのかなり失礼なことを自然に対してやることによって、この普遍的な法則を見つけよう。で、このディスカバージャパンっていうのが流行ってるんですが、あれはどうやら、日本の草や木を全部剥ぎ取って、あの揚げ山にしちゃいという、そういうことじゃないかと私は思う。で、ところがですね、そういうこのベールは剥ぎ取る、まあ、剥ぎ取らないまでもこう持ち上げて、普遍的な法則を見つけるという方向と違った物理学があります。で、これはですね、例えば一番いい例は地球物理学の中の気象学っていう、気象学っていうのはあの地球物理の一つある分野になってますが、こういうものは普遍的な自然法則を見つけるという方向に行く代わりに、そういうそのベールをめくったり乱暴なことをしない、そのベールの性質を知ろうという、そういう方向に向かっているわけです。で、実際そのですから、今までお話しした物理学で第二義的と考えてたものをそのまま対象にするという、そういう物理学があるわけです。で、このよく物理学はですね、物理学というのはこの普遍的な自然法則を見つけるという、それからそういうそうでない物理学はただ物理学じゃなくて何々物理学、例えばこの今の地球物理学というのは何かついてるわけです。そういう何かついてる物理学ですね。で、気象学で真空にしちゃったらこれ何もならないんで、気象学というのはまさにこの空気のいろいろな運動あるいは温度の変化、そういうふうなものが対象になる。で、もちろんそのそういう空気の流れの問題にしましても、基本にあるものはニュートン力学であるはずで、あるということはこの科学者の信念、つまり普遍的な法則っていうものはやはりそういう空気の運動等も支配しているはずだという、そういうことはあの言えるんですけれども、つまり我々の目をつけるものがですね、このむしろガリレイなんかが二義的と考えたもの自体である、そういう物理学があるわけですね。で、今まではこの物理学っていうのはそういう真空にしたり、あるいは温度をうんと下げたり、それからこのベールをめくるような、で、今のメダルの模様から、メダルの図案からお分かりになりますようにですね、今までのノーベル物理学賞っていうのは
大体そのベールをめくる方にの仕事に与えられて、ベールをまくらないです、ベールを調べようという、そういう物理学はノーベル賞の対象になっていないわけです。で、私はノーベル賞の規則を調べたわけでございませんから、その物理学とはの定義があるかどうか知らないんですけども、しかしこういう物理学ももっとこの、物理学の中に地位を与えられるべきじゃないかという感じがいたします。で、例えばですね、今度のあの、生理医学賞ですか、今まではだいたいこの割合この、物理的あるいは科学的な方法で生理現象を調べるという、そういうのに与えられたことが多いです。今度はですね、非常にガラッと変わって、動物の行動の研究、3人の方がもらえて、私ちょっと今名前を調べてくるの忘れちゃったんですけども、ミツバチのこの花へってこの巣へ帰ってくる、あそこに花があるっていうのを一匹のミツバチが見つけると、それが他のミツバチに伝えられて、そして大勢で出かけて、そういうのの研究と、もう一つはあの動物の闘争ですね、闘争、喧嘩をするという、それにやはりあるルールがあって、その勘弁してくれて謝ると許してやるというようなことがあるらしい。もう一人はどういう研究だったかちょっと忘れたんですが、ご存知の方ありませんか。で、まあこれは生物学ですから、私が知らなくても恥じゃならないと思うんですが、とにかくこの非常に違ったですね、今までないこの人選であったと。で、私はこれはなかなかあの味な人選であったと思うんです。で、と申しますのはですね、この物理学が非常にその普遍的な唯一の法則の追求にばっかり向かって、ばっかりでもないんですけど、そっちの方が非常にこの重要視されまして、今言いましたようなこのベールをめくらない物理学というのがいくらかこのおろそかにされているじゃなかろうかという、そういう感じがいたします。つまり我々のその太陽の上立ってみたり、この太陽系の遥か彼方から太陽系を見下ろすとか、あるいはさらにですね、その大きい方ばかりじゃなくてちっちゃい方はこういう原子と原子の間に、入った我々の体を置いてみて、そしてあたりを見ますとどういう景色が見えるかという、これはまあ原子物理学のやってることなんですけども、そういうふうにこの唯一の普遍的法則を見つけるということに向かって進みますと、そういうふうに非常に非日常的な世界に我々を置いてみなきゃいけない。そうしますと、このしかし我々のこのすぐ身近にある自然現象っていうのはそういうものばっかりじゃないんで、で基本的にはそういう普遍的な法則からに帰着できるんでしょうけれども、そのベールを剥がないでですね、そのベール自身の性質をもっとよく調べる必要がある。で、このいろいろなこの問題が出て、我々の環境に関するいろいろなこの問題が出てきておりますが、そういう時にいかに我々が知らないことが多いかということを痛感するわけです。いい例が天気予報ですけど、非常に知らないことが多い。で、こういう研究ですね、にこのこれからもう少し力を入れる必要があるんじゃないか。で、私今日はですね、実は古い話ばっかりしてこの新しい時代に向かってと、さっき社長さんが抱負を述べられ
ましたけど、これ昨日読んでみましたら、昨日まで読まなかったんですけど、私たちはいたずらに過去のみを顧みることなく、積極的に来たるべき時代への展望を切り開くことを念願してうぬんと書いて、今日の私の話は過去のみを顧み、最後にちょっとこの来たるべき時代の展望を切り開くことを念願はいたしました。そういうわけで大変申し訳ないんですけども、これからその抱負を述べるのにはもう時間ございませんね。8時5分過ぎにピチッとやめる必要がございますんで、大事なところで話を終わることにいたします。どうぞお許しいただきたいと思います。ありがとうございました。